フランソワ一世ドクレーブは、フランスのヌベール伯爵及び、ウー伯爵、ヌベール公爵。フランス王フランソワ一世及び、アンリ二世の宮廷で重要な位を占めた。ドイツのクレーマルク公ヨハン一世の孫息子である、ヌベール伯シャルルと、ルテルジョ伯マリーダルブレの間の一人息子として、生まれた。1521年に父を亡くし、幼くして、ヌベール伯爵家を継いだ。 1539年、ヌベール伯爵医は、フランス王国道廃校のヌベール公爵に昇爵した。1549年に、母マリーが死去し、ルテル伯爵領を相続した。また1553年に、母方の桃園のクロード・ド・フォアが死ぬと、フランスは、ボーホール伯爵領をも相続した。1537年、 アンヌ・ド・モンモランシー・元帥によるサボイア公社領の遠征に従軍した。1551年、アンリ2世と神聖ローマ帝国のプロテスタント諸侯のザクセン先帝公モーリッツとの間に結ばれたシャンボール条約により、フランソワはフランス軍を率いて神聖ローマ皇帝軍と戦うことになった。ネーデルラント諸州での皇帝軍との戦いの後、 1552年4月10日にフランソワは,はメス要塞を占拠することに成功した。翌1553年、フランソワは,はオーストリアスペイン連合軍が国境地帯のシャンパーニュに侵入した際、サンタンドレゲンスイと共にこれを迎撃している。1557年の三貫艦の戦いでフランス軍がサボヤ港エマヌエーレフィリベルトの率いる スペイン・イングランド連合軍に壊滅させられたとき、フランスは辛くも捕虜となるのを免れた。その後、フランスはルクセンブルク地方で兵を率いて戦い、1558年1月、ギーズ港フランソワによるカレー占領と同時期にティオンビルを占領した。戦争は1559年の加藤カンブレジ条約の締結でようやく終結した。 1560年のアンボワーズ陰謀事件においては、フランソワは陰謀の存在に最も早く気づいた旧帝人の一人であり、陰謀の告発や首謀者の逮捕、処刑に積極的に協力した。晩年、フランソワはカルバン派に改修、同年2月に没した。1538年1月19日にルーブル宮殿において、バンドウムコシャルルの娘でまた、 10枚のマルグリット・ド・ブルボンと最初の結婚をした。マルグリットは、フランス王アンリ4世のおばである。夫妻の間には6人の子供が生まれた。1560年、最初の妻、マルグリットの10枚にあたるエストゥトビル女子を及び、サンポル女白、マリー・ド・ブルボンと再婚したが、間に子供はなかった。ありがとうございます。